こんばんは、ハレルヤ。アメン。こんばんは、ハレルヤ。今日も学びに来ました。アメン。アメン、ハレルヤ。皆さんお元気でしょうか。サマさん、こんばんは。サマさん、こんばんは。イヌさん、ハレルヤ。アメン。アメン。今日もフィリピンのために祈る。アメン。日曜礼拝2回見ました。すごく良かったです。ありがとうございます。アメン。2回見てくださったんですか。嬉しいですね。今日も勉強させていただきます。私たちは毎日が勉強です。いつも学びます。イエス様から学びます。神の教えを学びます。以前は引きこもりだった。今はキューちゃんの放送を見て、キリスト教、家族にキリスト教の素晴らしさを教えている。アメン。朝夜と2時間も毎日学べることに感謝します。アメン。最近キューちゃんの放送を見始めました。ありがとうございます。皆さん、どうでしょうか。今日は愛の人生、いかがだったでしょうか。愛の人生始めたでしょうか。毎日信仰が強められます。今日はですね、風の子さんがリレー放送する予定です。まだ風の子さん来てないかもしれませんが、10時から、風の子さんが、リレー放送する予定です。ガチホモですが、私も伝道してもいいですか。はい、いいですよ。皆さん、イエスキリストを信じる人はみんな伝道してください。みんな伝道してください。みんなが伝道するべきです、ね。イエス様を信じる人はみんな、伝道するべきではないでしょうか。ぜひ皆さん伝道してください。ちょっとですね、今日愛の人生始めた方がいると思うんですが、ちょっと感想聞きましょうね。はい、皆さん、昨日愛の人生始めましょうというタイトルだったんでしょうか。ですが、皆さんいかがだったでしょうか。感想を聞かせてください。愛の人生始めた感想証スタート。イエス様の愛を持って愛せば伝道。愛の人生最高です。愛が深くて泣きました。両親と兄弟を憎んでいたけど許して楽になれました。愛の人生を始めたら笑顔になったヨハネさん。愛の人生を始めたら笑顔になった。愛を込めて悪コメを打つことにしました。それは愛でしょうか。愉快に仕事ができました。 WWJD What would Jesus do? イエス様だったらどうするかというのが WWJD です。気持ちがずっと楽しい感じでハッピーです。許せることの素晴らしさを感じました。美しい人生となり、人生、ごめんなさい、読めなかった。喧嘩しても許し合えるようになりました。愛でお腹いっぱいです。この放送を愛している。愛のスタートは自分の罪を許すことから始まると感じた。和の子さんの今日のタイトル、永遠なる愛。愛があれば不安なんかなくなります。キューちゃん、こんばんは。この放送が生きがいです。愛してます。アメン。
イエス様こそ誠の神でござる。天使と聖霊は別ですか？別です。仏教徒の両親をキリスト教に導きたい。愛で損しました。愛損彗星。もう一つね、アイソンっていうのは私は息子である、でアイソンで、イエス様はアイソンですね。本当の愛が少しずつ分かってきました。のりこさん、アメン。どんなに迷っても泣いても愛があれば大丈夫です。来月横浜の集会楽しみです。人は愛ゆえに美しいんだと思いました。神の愛は美しい。神の愛は美しい。互いに愛し合うイエス様の愛、最高です。リバイバルはもう始まっていますか？始まっていると信じてます。愛ゆえに生きます。愛ゆえに生きます。のりこさんの話いつも聞いているよ。神の愛はなんで美しいんでしょうか。本当の愛です。愛ですから。愛って最高です。本当。愛は最高です。明日放送ありますか？明日は木曜日なので明日ありません。ごめんなさい。イエス様に出会ってなかったら愛を知りませんでした。イエス様の愛を授かってマンモスウレピ、マンモスウレピ、神様に愛を伝えたいです。神の愛を伝えたいのではないでしょうか。神の愛を伝えたいです。神様にも私たちの愛を伝えたいということでしょうか。マンモウレピーですか。マンモウレピー何ですか。イエス様が存在しない愛はないと知った。イエス様の愛で人生が変わったでごわす。私たちが愛するよりも先に神が私たちを愛してくれた。イエス様に愛されてるから自分も誰かを愛せると思う。愛を探すために生まれてきました。神の愛で救われる幸せ。イエス様を信じたおかげで光熱費が下がりました。イエス様の愛を感じながら生活できるようになった。誰も愛してくれないのですが、いいえいいえいいえ、イエス様が愛してくれてますよ。イエス様の愛を大切にしたい。神の愛を感じたら人からの評価がどうでもよくなりました。神様の愛を感じたら人の評価なんかどうでもよくなりました。その通り、その通りです。嬉しくて笑いが止まりません。この放送も愛に満ち溢れてますな。私でもイエス様を愛してくれますか？もちろんです。もちもちもちろんです。イエス様を信じたら生きる力が湧いてきた。
今日の快晴に天国を感じた。神の愛に包まれたからもう何も怖くないです。もう何も怖くないです。もう何も怖くないです。愛のために生きてるんだと分かった。イエス様を信じたら借金がどうでもよくなりました。借金がどうでもよくなりました。イエス様の愛でおいどんも人生が変わったでごわす。ひき逃げしたことを悔い改めました。もう人生ボロボロです。大丈夫です。人生がボロボロなのは神の愛を知るためなんです。人生がボロボロの人はイエス様を信じてください。イエス様の愛を受けてください。もうボロボロが新品になります。ボロボロ人生が新品人生になります。イエス様の愛を知っていることで自分に自信が持てます。どん底でも愛があれば復活できると確信しました。イエス様の愛こそ全てだと思いました。人生丸投げします。神の愛で毎日パラダイス銀河です。この放送で霊的リサイクルされました。ボロボロ人生のリサイクルですね。奇跡はある。確実にある。皆さん、私たちがもう奇跡じゃないですか。絶望が希望になったのが奇跡じゃないですか。心が優しくなったことが奇跡ではないでしょうか。神の愛を感じたことが奇跡ではないでしょうか。神の愛が奇跡ではないでしょうか。神の愛は奇跡じゃないでしょうか。神様が奇跡です。神様が奇跡です。第3ハレルヤ。イエス様、今日もありがとう。神様が奇跡ですから、神の愛も奇跡なのです。神の愛も奇跡なのです。今日からイエス様を信じて油注ぎします。キューチャーの放送でエホバの証人をやめました。ハレルヤ。最近ガチで放送で癒されるようになって少し怖いです。癒されてください。癒されてください。神の愛で癒されます。神の愛で癒されます。この放送を生きる糧にします。はい、ありがとうございました。愛の人生、始めた証、ありがとうございました。人の子はある日突然来られる。再臨はいつ来るか分かりません。ある日突然イエス様は再臨されます。ですから私たちはいつイエス様が来てもいいように、いつもいつでも信仰に燃え、イエス様を待ち望む心、いつでもイエス様に見られてもいい信仰を持ち続ける必要があります。イエス様が来た時に私たちが不信仰であるならば、救われない可能性があるのです。ですから私たちはいつイエス様が来てもいいようにしっかりと信仰にとどまり、信仰で燃えてイエス様を迎える準備を、しましょう。イエス様に祈り、聖霊を受け、信仰人生を送りたい。アメン。アメン。この放送を見続けたおかげで、血圧が下がりました。素晴らしい。天国に早く
行きたい気もします。油注ぎで信仰に燃えたいです。油注ぎで信仰で燃えたいです。神の愛に応えたいです。人生は神の愛に応えることです。人生とは神の愛に応えることです。人生とは神の愛に応えることです。アメン、アメン。天国に行く方法を教えてください。イエス様を信じることです。イエスキリストを信じることによって地獄に行かないで天国に行けるようになるのです。アメン、アメン。油注ぎとは何ですか？油注ぎというのはですね、何と言ったらいいでしょうか。油注ぎというのは今皆さんが感じていることです。油注ぎというのは今神から受けているその霊的な祝福、霊的な愛、霊的な命、今信仰によって受け取っている神様の力、油注ぎを受けましょう。油注ぎを受けましょう。今皆さん受けているのです。今皆さんが感じているのです。皆さんが今感じているのが油注ぎです。油注ぎで燃えてきます。油注ぎで燃えてきてきます。もっとです、もっとです、もっとです。神の愛を受けています。神の愛で受けています。もっと必要です、もっと必要です。神の愛が必要です。私たちは知りました。一番大事なものは神の愛なんだ。神の愛だ、愛が必要なんだ。お金ではない、ものではない、欲ではない、神の愛が大事なんだ。一番大事なんだ、一番必要なんだ、一番必要なんだ。皆さん、皆さん体験しましたよね、体験しましたよね。神の愛が一番必要なんです。イエス様を愛します。私たちのために命を捨ててくださいました。皆さんは体験しているのです。神の愛を体験しているのです。そして求めているのです。もっともっと、もっともっと求めましょう。もっともっと求めましょう。神の愛が必要なのです。その愛に満たされているのです。その愛で癒されているのです。神の愛を求めましょう。神の愛を求めましょう。それが神の国です。それが神の国です。神は臨在しています。この放送で気づきました。アメン。神は臨在しています。この放送で気づきました。神はおられます。神はおられます。この放送で気づきました。神の愛で気づきました。罪深い私が救われるにはどうすればいいですか。悔い改めてイエス様を信じることです。悔い改めてイエス様を信じることです。罪が許されます。罪が許されます。今までの一切の責任が、イエス様が負ってくれるのです。過去も皆さんの過去の一切の罪が許されたのです。許されたのです。イエスキリストを信じることによって許されるのです。もう私たちはいろんな悪いことをしてきました。いろんな悪いことをしてきました。罪人でも悔い改めば天国へ行けますか。行けます、行けます、行けます。私たちは本当に悪いことをしてきました。私は63年生きてきました。皆さんは10代20代30代かもしれません。 私は皆さんの2倍も3倍も悪いことをしてきました。
でも一切の罪が、一切の罪が十字架によって許されたのです。一切の責任がイエス様が負ってくれたのです。皆さん、なんと素晴らしいことでしょうか。なんと素晴らしいことでしょうか。皆さんの罪が許されたのです。十字架によって許されたのです。信じる者はそうなるのです。イエス・キリストを信じる者はすべての罪が許されます。喜び踊ります。ハレルヤ。喜び踊ります。御言葉をちょっと読んでみます。コロサイ人2の、13の後半、それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。それは私たちのすべての罪を許し、いろいろな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はその証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。まあ、この債務証書っていうのは借金の証書ですね。借金の証書を無効にしてくれた。十字架に釘付けにしました。皆さんの債務証書、皆さんの借金の証書はイエス様が十字架に釘付けにしてくれた、無効にしてくれたんです。あらゆる罪が無効になったんです。皆さん喜びましょう。皆さんの過去の罪が十字架によって無効になったのです。無効になったのです。すべての罪が許されたのです。すべての罪が許されたのです。皆さん喜びましょう。喜びましょう。喜びましょう。私ももう悪いことたくさんしました。もう皆さんに、言ってきたものもありますけど、いろんな悪いことをしてきました。その罪が全部許されたのです。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 皆さん喜びましょう。もう悪魔も文句言えないのです。悪魔を責めることはできないのです。悪魔は私たちを、攻め立てる存在です。告発者と言います。悪魔はお前は悪いことしただろう、お前は悪いことしただろうって告発をするものですが、皆さんもう悪魔に文句言われる筋合いはないのです。悪魔に文句言われる筋合いがありません。なぜかというと、イエス様が私たちの罪をすべて負ってくれたからです。十字架は私たちの罪のためにイエス様が負ってくれたから、もう悪魔は文句が言えないのです。もう悪魔は文句が言えません。ですから皆さん、喜びましょう。もう私たちは責められることがないのです。信仰によって永遠に悪魔に文句言われる筋合いはありません。私たちは完全に許されたのです。完全に許されたのです。永遠に許されたのです。イエス・キリストを信じる信仰によって永遠に許されたのです。その証拠が油注ぎです。その証拠が聖霊様です。その証拠が神の愛なんです。皆さんが今神の愛を、受けているということは、まさにそれは、許された証拠なんです。許された証拠なんです。エペソ 1-13 にそのことが書いてあります。エペソ 1-13、
またあなた方もキリストにあって永遠の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。聖霊様は保証です、証印です。私たちが罪が許された証印、イエス様、聖霊様が、保証です。私たちの罪が許されたハンコです。あなたの罪は許された、あなたの罪は許された、あなたの罪は許された、あなたの罪は許された。神の国を受け継ぐ、神の国を受け継ぐというハンコなんです。保証なんです。ハンコなんです。保証なんです。皆さん、聖霊様が保証なんです。皆さん喜びましょう、喜びましょう。私たちは罪が許されたんです。罪が許されたんです。罪が許されたんです。皆さん、私たちが何で苦しんできたんですか？罪に苦しんできたんです。なぜ問題があるんですか？罪があるから問題があるのです。私たちの問題の原因は罪なのです。私たちの社会の問題の原因は罪なんです。第1ペテロ2:24、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。皆さん、イエス様は自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。イエス様が私たちのために罪を負ってくれたのです。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。イエス様が私たちの罪を負ってくれたのです。イエス様が私たちの罪を負ってくれたのです。私たちの罪を負ってくれたのです。十字架は私たちの罪を負ってくれたその姿、私たちの罪を負ってくれたのです。イエス様の仕事をします、すべてを捧げます。イエス様が私たちの罪を負ってくれたのです。私たちの過去の一切の罪を、私たちの過去の一切の責任を、すべての責任を、すべての債務証書、イエス様が負ってくれたのです。皆さんの債務証書、皆さんの責任、過去の責任、過去の失敗、過去の罪を全部イエス様たった一人で負ってくれたのです。負ってくれたのです。皆さん、それが十字架です。それが十字架です。その十字架を信じましょう。その十字架を信じましょう。その十字架を信じるのです。皆さん、十字架の贖いを信じましょう。十字架の身代わりを信じましょう。皆さんのためです。私のためです。皆さんのためです。私のためです。皆さんのためです。皆さんのためです。皆さんの罪のため、皆さんの罪のため、すべての人間のため、すべての人類のために、イエス様がたった一人で罪を負ってくれたのです。それが十字架です。それが十字架です。それが十字架です。そしてその罪が許されたから、罪が許されたから祝福が来るのです。罪が許されたから愛が来るのです。罪が許されたから命が来るのです。皆さんが神の愛を感じているのは許されたからです。皆さんが命を
受けたのは許されたからです。皆さんが信仰を持ってたのは許されたからです。皆さんがイエス様を愛しているのは許されたからです。十字架のゆえに私たちは信仰を持てたのです。十字架のゆえに神の愛を知ったのです。十字架のゆえに命を受けたのです。皆さん、一番大事な真理、この世界で、この私たちの人生で一番大事な真理は十字架です。十字架が一番大事な真理なのです。皆さんのために死んでくださったイエス様、私たちの罪を負ってくれたイエス様、十字架によって私たちは救われたのです。十字架によって私たちは許されたのです。この十字架、最高の光栄、栄光です。十字架、神の栄光です。神の愛を表す栄光、神を表す栄光です。イエス様が父なる神の栄光を表しています。イエス様が神の栄光を表している姿、それが十字架です。罪人のために命を捨てる、罪人のために命を捨てる。イエス様は神の栄光を表しています。神様の栄光です。神の愛の栄光です。神の愛の栄光です。すべての人のための十字架、すべての人のための十字架。誰でも十字架を見上げて、誰でも信じるならば救われる。誰でも十字架を見上げて悔い改めるならば、誰でも十字架を見上げてイエス様を信じるならば、誰でも救われる、誰でも救われる。罪が許される、過去の一切の罪が許される。多くの人は自分の罪に嘆き、自分の罪を引きずり、自分の罪で苦しんでいます。サタンに告発されています。サタンに責められます。サタンにひどいことを言われて苦しんでいるのが多くの人の苦しみです。その苦しみが十字架によって許されるのです。十字架によってもう責められることがなくなるのです。十字架によってサタンはもう責めれなくなるのです。十字架によって過去を切ることができるのです。十字架によって過去を引きずることがないのです。十字架によって苦しむことがなくなるのです。十字架によって私たちは解放されるのです。十字架によって過去が許されるのです。十字架によって私たちは無罪になるのです。もう借金がないのです。神様の借金がなくなるのです。皆さん、十字架の力を知ってください。本当なんです。イエス様が十字架にかかったのはおよそ2000年前です。この21世紀の今でもその十字架に力があるのです。十字架に今でも力があるのです。皆さんは体験しているのです。皆さんが油注ぎを受けているのはまさに十字架の力です。十字架の力です。十字架の力によって皆さんはその神の愛を受けているのです。神のその祝福を受けているのです。皆さんは十字架を体験しているのです。十字架の力を体験しているのです。そしてこれからも十字架の力が必要です。神の愛に、皆さん昨日は神の愛の人生を始めようというタイトルでした。その神の愛は十字架から流れているのです。十字架から神の愛が来ているのです。そして私たちの人生は
神の愛が必要なんです。今までは神の愛がなくて飢え渇き、傷ついてきました。虚しく生きてきました。しかし今皆さんは神の愛を体験し、神の愛が大事だということが分かったんです。しかしその神の愛は十字架から来ているのです。そして皆さんはこれからも神の愛が必要なのです。十字架が必要なのです。十字架が必要なのです。そして一番大事なものを皆さんは知ったのです。一番大事なものを知ったのです。皆さんよかったですね。イエス・キリストを信じる者は幸いです。イエス・キリストによって罪が許された者は幸いです。罪が許されたので神と和解し、永遠の命を受け、神の国を受け継ぎます。天国に行って永遠のパラダイスで喜ぶことができます。幸いです。皆さん喜んでください。永遠の命ですよ。パラダイスですよ。神の愛に満ちたところ、苦しみもない、もう悲しみもない、嫌なことが全くない世界、パラダイスに行って、パラダイスに行って永遠に喜ぶことができるんですよ。永遠に生きることができるんですよ。それは十字架のおかげなんです。十字架のおかげなんです。もしイエス様を知らなければ永遠の苦しみ、永遠の刑罰、火の池、地獄に行くはずだったんです。皆さんは十字架に行くはずだったんです。私たちは自分の罪のゆえに十字架に行くはずだったんですが、イエス様の憐れみを受けて天国に行けるようになったんです。地獄から天国です。地獄から天国です。皆さん喜びましょう。私たちは地獄から天国に行くことになったんです。それはイエス様の十字架のおかげなんです。なんと感謝でしょうか。なんと感謝でしょうか。喜びましょう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 。喜んで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 喜びましょう。人生は罪が許された喜びです。人生は神様に許された喜びです。永遠の命の喜びです。明石タイム行きましょう。イエス様を信じて許された、イエス様を信じて、もう責められなくなった、イエス様を信じて罪の重荷がなくなった証、イエス様を信じて心が軽くなった証、もう過去を引きずらなくなった証、許された喜びを感じる証、永遠の命を喜ぶ証、スタート、スタート。イエス様のおかげで希望が持てました。中絶の過去が消えました。イエス様を信じて罪悪感から解放されました。モルモン書を燃やしました。イエス様に出会って本当の愛を知りました。悔い改めて高慢であった私も変わることができました。毎日聖書を読むようになって心配事がなくなりました。人生こそ愛の証だと思いました。心にビンビン響きます。一生一緒にいてくれやイエス様。対人恐怖症が治りました。仏教徒だった罪が消えました。イエス様のおかげで愛を知りました。借用書を破り捨てました。学会だった罪が消えました。
仏教とは罪ですか？はい。イエス様は苦しい時も一緒にいてくれます。生きてていいんだと気づきました。アイフルの借金が消えました。本当の愛を知り、自分は始まりました。愛を知りました。釈迦を信じていた罪が消えました。この放送を見て、見ることが恥ずかしくなくなりました。許せない愛せない人を愛せるようになりました。借金地獄から解放されたいです。すべてのことから解放されました。時が治りました。人生丸投げできました。心の不安を丸投げしました。お金なんていらないと思いました。イエス様を信じて本当の人生が始まりました。天国ポイントが2倍になりました。この放送から解放されてはいけません。すべての縛りが解かれました。壁ドンの仕返しをやめました。霊的ゾンビ人生をやめました。油注ぎは廃屋満タン。嫌な、この放送を見て赤い十字架の意味が分かりました。この放送を見てたら心が安定してきました。日本でリバイバルが始まっていると思った。胸の中が幸せいっぱいで満たされてます。将来の不安がなくなりました。予定、この放送に依存してきました。もうすぐクリスチャンが活躍する日本になります。罪深い私も許されるんだとだって思いました。ヤンプ、従軍ヤンプが事実だと分かった。満州事変の悔い改め決意できました。精霊捨てで足の出来物が治りました。ニーチェの本を捨てました。仕事で失敗したので死のうと思います。ダメです。死んではダメです。死んではダメです。生きてください。生きるのです。イエス様の愛があるのです。生きてください。死んではダメです。イエス様を信じてみようと思ったでござる。イエス様、私は生きてもいいのですか？いいのです。生きてください。イエス様を信じて生きてください。生きていいのです。イエス様が命をくれます。命をくれます。命をくれますよ。神の存在を確信しました。状況に惑わされずにイエス様と共に歩みましょう。この放送で受験より聖書が人生に大事と知った。アメン。悪い言葉を遠ざけるようになりました。良い言葉だけ語ってください。ここに集っている皆がリバイバルの種だと分かりました。韓国を愛そうと思いました。ハレリア、証に油注ぎがあります。寝たお湯から足を洗いました。以前はもうダメボ、今希望があります。神こそ唯一の救いだと分かり
ました。この放送こそリバイバルの証明です。生きるヘイトスピーチはサタンだと思いました。従順になったとご主人様に褒められました。法華経を破り捨てました。共に生きよう、共に生きよう。LTL のスパイやめました。アメン。スパイがいたんですか。油注ぎを受け、やる気スイッチが入りました。すべての失敗がなくなった。一生ニートでいいと思いました。キリちゃん、日本の罪を10個教えてください。隠れキリシタンを殺したこと、偶像崇拝、天皇崇拝、先祖崇拝、不貧困です。スパイも怖くありません。イエス様の愛が罪を覆います。イエス様のおかげで仕事が見つかりました。日中間が仲良くなってほしい。置かれた場所で咲こうと思います。小学校で伝道したいです。本当のスパイは悪霊だと分かった。仏教は罪だと気づきました。仏壇破棄しました。神の兵士になって、キューちゃんと共に戦いたいです。アメン。アメン。アメン。初対面の相手を憎むのをやめました。イエス様の愛を受け継ぐため、霊的戦いをしてます。英語の勉強に聖書を使っています。明日から学校行きます。天地を創造した神が唯一の神と分かった。素直な気持ちで信じることができるようになりました。日の丸を掲げるのは罪の一つだと思いました。掃除したら部屋がきれいになりました。人を信じることをやめました。キューちゃんのように折れない信仰を持ちたいです。一日一回必ず救いがあると気づきました。毎日が楽しくなりました。この BGM が私の汚い心を洗ってくれます。この放送でお風呂入れました。油注ぎいっぱい受けたいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。十字架が完全な勝利と分かった。私の心を雪よりも白くしてくれた。クリスチャンになって清い信仰を持ちたいです。モテます。モテます。
モテます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ハレルヤー、アメン、アメン。ファイナルメッセージいきます。ファイナルメッセージいきます。皆さん、この社会の苦しみの原因は罪です。また家庭の問題、個人の問題、全部罪が問題です。罪とだからこそ問題が起きるんです。罪があるから苦しむんです。そしてその過去の罪によって、その罪が増せば増すほど苦しみが増すんです。借金が増えたら苦しいのと同じです。借金が増えれば増えるほど苦しくなります。と同じように、罪が増えれば増えるほど苦しくなるのです。そして本当に、私たちは罪を犯す罪人なんです。しかしイエス様はその過去の一切の罪を身代わりに負ってくれただけじゃなくて、私たちが罪から離れ、罪を犯さなくなってくるんです、ね、例えば浪費して借金するという性質がなくなってくるようなものです。借金がなくなってもまた借金したらまた借金が増えるじゃないですか。でもイエス様を信じるということは、過去の借金がなくなるだけじゃなくて、その罪を犯す性質もなくなってくるんです。皆さん、イエス様は私たちが罪を離れ、義のために生きると書かれています。義のために生きるとは何ですか？悪いことをしないで良いことをするということです。しかしそれもイエス様にあって良いことです。人間的な良いことではありません。神様にあって良いことができるようになるのです。以前私たちは罪を犯したかもしれません。しかし今私たちはイエス様の教えを学んで、神の愛で人を愛せるようになったじゃないですか。イエス様に出会えて本当に良かったです。皆さん、以前は人を愛せなかったのに、今は愛せるじゃないですか。以前は人を裁いたけども、今私たちは裁かなくなってきたじゃないですか。以前は人に意地悪をしたけども、今私たちは人にね、優しくなってきたのです。人に優しくなってきたのです。以前は人を許せなかったけど、許せるようになってきたじゃないですか。以前はね、ぶっきらぼうだったじゃないですか。今は礼儀正しくなったじゃないですか。皆さん、十字架によって変わったじゃないですか。皆さんの証は、まさに十字架の証です。皆さんは変わってきたじゃないですか。それは、罪が許されたからではないでしょうか。ああ、神の臨在があります。礼拝しているようです。皆さんの証が十字架の証です。皆さんの証がまさに神の愛の証じゃないでしょうか。皆さんの証はまさに奇跡の証ではないでしょうか。私はたくさん愛を受けています。皆さん、私たちはこのようにたくさんの人の証を見ることができるのです。たくさんの人の証。もうこれは紛れもない証です。神様の証明です。神様の存在の証明であり、神の愛の証明ではないでしょうか。皆さん、私たちは直接神を見ることはできませんが、私たちは証によって神の存在、神の愛を知ることができます。感じることができます。これだけの証があるならば、これだけの証人がいるならば、誰が疑うことができましょうか。確かな証、確かな証、十字架の証です。皆さん喜びましょう。皆さん喜びましょう。私たちは罪が許されて、神様に、証人を押されたものです。私たちはもう一切の過去は問われません。死んだ後最後の審判があります。すべての人が死んだ後裁かれますが、今私たちが罪が許されているならば、
その最後の審判をパスすることができます。今許されたんですから、今すべての罪が許されたんですから、最後の審判の時にも無罪となるのです。皆さん喜びましょう。イエス・キリストを信じるというのは、その最後の審判に裁かれないということです。神様に裁かれない、神様に責められない、地獄に行って永遠に責められない。地獄というところは罪を責められるところなんです。今でも皆さんは責められているならば、地獄に行ったらどれほど責められるのでしょうか。今在籍間で苦しんでいるならば、罪悪感で苦しんでいるならば、地獄に行ったらどれほど苦しみを受けなければならないのでしょうか。しかし皆さん、罪が許されて天国に行くならば、全く裁かれないのです。全く責められないのです。全く責められないのです。むしろ私たちが義の行いをすることができて、天に宝を蓄えて栄誉を受けるのです。天国に行って栄誉を受け、報いを受けるのです。天国に宝を貯めて、その報いを受けるのです。裁きではなくて報いを受けるのです。裁きではなく栄誉を受けるものになったのです。喜びましょう。イエス様のおかげです。十字架のおかげです。十字架のおかげで私たちは地獄から天国に行けるのです。裁きから栄誉を受けることができるのです。そのようになりたい方、過去の一切の責任を負ってもらいたい方、過去のしがらみを取ってほしい方、すべての罪を許してほしい方、イエス様を信じたい人、アメンと言ってください。イエス様を信じてすべての罪を許してほしい方、アメンと言ってください。アメン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 が信仰告白です。アメンがイエス様を信じる信仰告白です。思いっきり大きな声でアメンと言いましょう。アメンと言いましょう。アメンと言いましょう。アメン。天に届いていますよ。皆さんのアメンが天に届いていますよ。喜びましょう。神様が受け取ってくれているのです。皆さんのアメンを神様が受け取ってくれています。天の父様、感謝します。感謝します。私たちのために死んでくださったその十字架を心から感謝します。心から感謝します。イエス様、ありがとうございます。私たちが罪に死んでいましたけれども、罪に苦しんでいましたけれども、罪が許されて、罪がのけられて、救われました、癒されました。イエス様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。今アーメンと言った方々の罪が許されますように。アーメンと言った方々の罪が許されますように。重荷がなくなりますように。イエス様、どうぞ彼らが救われて神様に祝福されますように。神と和解して神様の命を受けるもの、永遠の命を受けるものとなりますように。彼らが救われますように。救ってください、救ってください。聖霊を受けますように。救いの保証である聖霊を受けますように。アーメンと言った方々が聖霊を受けますように。そして神の愛で満たされますように。神の愛で満たされて、今まで神の愛がなかったかもしれませんが、これからは神の愛で生きることができますように。神の愛で癒されますように。神の愛で満たされますように。イエス様、どうぞ祝福してください。祝福してください。祝福してください。リスナーの方々みんな祝福してください。イエス様の皆によってお祈りします。アメンアメンアメン。ハレルヤ、アメン。ありがとうございました。明日の朝はありません。明日の7時ですね。7時です。シャローム。おやすみなさい。おやすみなさい。ハレルヤ、アメン、アメン。